あら、やっと来た？待ちくたびれたわ。え、どうしてオイラたちが来るってわかったんだ？ええ匂いがする人を狙っとる二人組がおるって聞いてな。なかなか来へんから心配したんよ。ある意味、うちの魅力に対する試練やろ。狙っている？なんか、オイラたち変質者みたいになってないか？噂が噂を読んでどんどん膨れ上がっとるよ。言葉は気ぃつけて使わんと。でも安心し、効果を作ってほしくて来たんやろ。どんなものがええ？効果は使ってへんよ。それか、うちの大衆が気に入ったん？そら困るわ。はあ、何変なこと言ってるんだ？ほら、早く芸商花を三種類とも渡そう。いっぺんに三つも作らなあかんの？若いのに意外と欲張りやね。まさか、噂ってほんまなん？高校を送る相手を探しとるって。切羽詰まって言い訳しようとしとん？たとえ神さん相手でも、こんな種類いらんやろ？嘘が見え見えやよ。なあ、この伝統は忘れられて長いって、勝利が言ってたな。とにかく、恋はしたもの勝ち、とも言うやない。あんたが間違っとるなんて誰も言わんよ。何言ってるんだ？はいはい、ほな作ります。その代わり助手をお願い。高校を使っとる間はうちだけ見なさいよ。さて、どこで高校を作ればええかしら。あら、バーミンド？ええチョイスやわ。ほな、行きましょか。ウー師匠に言っといたわ。そろそろ始めましょか。責任の準備は、できたやろか。あ？助手としての責任やよ。うちが準備しとる間に、まずは水汲んできてくれへん？水質はぼちぼちやね。次は合成台で、芸商花からオイルを抽出しようか。高校の作り方は、錬金術とはだいぶ違うんよ。こんな感じに、優しく、キネを握って、手のひらをぴったりくっつけた方が、滑りにくくなって、ええよ。あとは、あんたの慣れたリズムでやったらええわ。芸商花の水分が。へえ、やっぱ素質あるわ。すぐ理解しはった。ほんなら、材料持って近くの合成台でやってみましょか。三種類とも作るんよ。オイルの段階やと見た目がかなり似とるけど、高校ができたら違う箱に入れてるから。ええ芸商花やね。残すは一番肝心な工程よ。さっきの水の中に入れて、水分が蒸発するまで弱火で煮るんよ。この時の火加減がほんまに大事よ。強すぎたら香りに影響出てまう。火加減のコントロールに注意してな。これが最後の仕上げやから。芸商花の水分が一滴も残らんよう、しっかりな。よし、無事に三種類とも高校ができたわ。ええ仕事っぷりやったよ、助手さん。あんたって
心の思いのまま努力できる人なんやね。貴重やわ。あら、うちが適当言ったこと覚えててくれたん？想像よりええ人やね。気ぃつけな、うちまであんたの虜になってしまいそう。さて、それぞれの高校について紹介してあげるわ。タイプの子に合わせてプレゼントするんよ。けしからん。けど一応聞いておこう。一つ目はな、甘くて夢にあふれた感じ、若い女の子が好きな香りやね。二つ目は高貴なイメージがあって、お金持ちのお嬢さんが気に入ってくれるはずやわ。最後のは優しい香りやけど長持ち、ほんのりスモーキーさを感じさせる大人の女性に受けがええと思うよ。ちゃんと覚えと、間違ったら大変やよ。やらしい。うちに手伝ってほしいことはこれでおしまいやな。ほんなら最後にある言葉をあんたにプレゼントするわ。三またするんやったら、まずどこから着手すべきかよく考えなさいよ。時間あったらまた春光用においでな。